お疲れ様。俺はこの後やぼよがあるから、お先に失礼するよ。なんだよ、もう帰るのか。つか着替え早えな。少しくらいゆっくりしてきゃいいのに。行かせてやれ、クルス。待ち合わせでもあるのなら、こいつはともかく相手に申し訳が立たん。さあ早く行け、神宮寺。一分たりとも相手を待たせるな。マサ、どうしたの？レンも待って、せっかくみんな揃ったんだから、マサのソロステージの話一緒に聞こうと思ってたのに。やけに急いでいると思えば、その話題を避けたかったのですね。別に避けたいってわけじゃないよ。正直初めて聞かされた時は、よりによってくらいのことは思ったけどね。同感だ。正反対の俺たちを組ませようという社長の狙いは理解できる。だが、だからといって、いや、異論があるわけではないのだ、決して。二人とも同じ気持ちなんですね。僕はマサト君とレン君のコンビ、とても楽しみですよ。私もです。お互いの得意不得意もよく分かっているはず。心配はいりません。きっとうまくいきます。打ち合わせ時間開始まであと15分。神宮寺の奴はまだ来ていないだろうが、念のためノックを。ああ、来たんだ。おはよう。さ、入って。お前が俺より先に来ていた上に、PC やプロジェクターまで何もかも準備が済んでいるとは、少々予想外だった。今回はディレクターだからね。主役より先に来るのは当然のことだろ。それとも俺が遅刻してくるとでも思った？いや、さすがにそこまでは思っていない。組み合わせを聞かされた時は驚きばかりが強く、ろくに挨拶もできなかったが、改めてよろしく頼む。相変わらず堅苦しいね。こちらこそよろしく。ああ、よろしく。あ、いいか。また挨拶を繰り返すところだったな。お前と協力するとなると、つい構えてしまうところがあるようだ。まあそうかもね。お前が相手じゃ、協力よりも競い合えと言われた方がよっぽど気楽でいられそうだ。とはいえ、これで行くと決まったからには半端な仕事にするつもりはない。最後は泣いて感謝されるほどの働きをしてみせるさ。素直ではないな。だがその言葉覚えておこう。俺は応援してきてくれた皆に胸を張れるステージにしたい。最高のステージを目指す。だから力を貸してくれ。今日はよろしくね、夏希。俺たちが行くとこは気ままな散策ってテーマの番組にもぴったりの場所だよね。ずーっと昔から続く学生さんの街だそうです。猫さんもいっぱい住んでいると聞きました。早速会いに行きましょう、おてやくん。トキア、セシル、俺たちも行こうぜ。今話題の博物館の企画展、実物を見るのが楽しみだな。愉快な動物の日本画がたくさんあるそうですね。
近くには珍しい食べ物のお店も多いようなので、食べ歩きも楽しみ。ええ、レンと聖川さんは今回の街歩きロケ、古書店街に行かれるとか。もし興味深い店を見かけたら教えていただけると嬉しいです。では。どうも最近二人で組まされることが多いね。ソロステージの準備も並行してるから、聖川の顔はもう見飽きたんだけど。むしろソロステージの相談をしやすいように事務所も気遣ってくれているのかもしれん。ぼやくのはほどほどにして、俺たちも出発しよう。途中まで路面電車が通ってるみたい。内装もレトロな作りなんだって。バスって選択肢もあるけど、今日はそっちにしよう。待て神宮寺、また地図を見ずに歩く気だろう。ロケの時間が限られている以上、停留所までの道で迷うわけにはいかん。俺が先導する。はいはい、お好きにどうぞ。後ろついていくからナビゲートよろしく。通りの端から端までじっくり見て回り、すっかり時間が経ってしまったな。今立ち寄った古書店には貴重な写本などもあり、見応えある品揃えだった。研究者向けの店みたいだね。俺は楽譜の店が気に入ったよ。有名な教則本でもいろんなデザインのものを見つけられた。また訪れたくなる場所だったな。神宮寺、暗くなる前にもう一箇所寄りたい場所があるのだが、構わないだろうか。俺も行くの？別にいいけど、ロケは終わったのに珍しいな。案内してくれる？ソロステージの成功、神頼みでもするつもりか？神頼みではない。全力を尽くす前提で成功の誓いを立てる。心を落ち着けるための儀式のようなものだ。似たようなものだと思うけど、せっかくだから俺も手を合わせていこう。お賽銭はチケット代みたいなものかな。なるほど、それは良い考えだな。しかし黒崎さんには入れすぎだと注意を受けるかもしれんが。いいんじゃない？神様も見に来てくれるかもしれないよ。それに恥じないステージを見せればいいだけだ。うん、そう考えると気が引き締まるな。俺も習うとしよう。ピアノ演奏時の演出方針は決まった。演出の効果を最重要視し、多少弾きづらくとも聖川自身の練習でカバーすると。それと案の定自分で衣装を縫うと言い出したけど、ワンポイント程度に落ち着いてよかった。こだわりは買うとしても、主役にはもっとやるべきことがある。レン、前回までのソロステージの資料用映像を見ているのですか。事務所のライブラリは充実していて助かりますね。セッシーはアグナパレスを思わせるムード作りが見事だね。ソロステージだからこそ伝えられる、彼にしか表現できない魅力が溢れてる。シノミーは音に集中できる演出が見事だった。ステージ上のシノミーと観客一人一人が1対1で深く対話するような。
それだけ集中しているなら素晴らしい出来が期待できそうですね、レン。イッチ、参ったな。いつから見てたの？つい先ほどからです。心配しなくても、誰かに告げ口したりはしませんよ。ただそうですね、あなたの仕事ぶりはいずれ来る私のステージの参考にさせてもらいます。言うね。でも期待してくれていいよ。俺がやるからには誰の胸にも響くようないいステージにするつもりだから。これがソロステージ用のアレンジなんですね。同じメロディーラインでも音数が増えていて、新鮮な発見があります。ロマンチックで素敵な仕上がりです。練習の成果ですね。本当にお疲れ様です。ねぎらいの言葉をありがとう、しのみや。ピアノの練習自体は日課にしているが、精度が上がっているならば報われるものがあるな。実は運指がかなり難しい箇所もあるのだが、完成度という点で妥協はできない。まだ足りないと思わされる。さらに練習を重ねなくては。そんなに気を張らなくてもと言いたいのですが、マサト君は頑張り屋さんですもんね。あまり根を詰めすぎないでくださいね。ああ、気をつけよう。新しいアレンジを披露するとなると、これだけ練習していても思いのほか構えてしまうようだ。俺にピアノの手ほどきをしてくれた G も楽しみにしてくれているし、皆に中途半端な姿は見せられないなど、次々に胸をよぎる。僕もそうでした。でも大丈夫、マサト君の頑張りはきっと実を結びますから。僕はそう信じています。頑張っても不安な時はディレクターさんに思い切って迷いを打ち明けるのもいいと思いますよ。レン君もきっと優しく受け止めてくれます。それだけはないと思うが、そうだな、自分では越えられない壁がある時は遠慮は抜きに打開策を相談しようと思う。随分遅くなってしまったな、神宮寺。お前までこんな時間に事務所で何をしている？ご挨拶だね。ピアノの音が止むまで声をかけるのを待ってたってのに。ん？その可愛らしいタッパーには見覚えがあるな。先ほど篠宮から差し入れをもらったのだ。お前と二人で食べてくれと言われたのだが。ちょうどよかった。この後は空いてるよね？会議室を予約してあるから、差し入れをつまみながらミーティングをしよう。まずは現状を聞かせてほしい。ピアノパートは相当難しいアレンジにしてたよね。うまくいってる？まだ出来は8割といったところだが、遠からず完璧なレベルに仕上げる自信はある。技術的な心配はしてないよ。問題は体力面。激しい演奏は歌う以上に消耗することもある。アレンジの部分はお前と専門家に任せてるけど、トータルとしての最終判断は俺がさせてもらうよ。ダンスも歌もなくなるわけじゃないからね。お前の言うことは至極当然だ。だが心配はいらない。そのために
日々鍛錬を続けているのだからな。おいおい、冗談だろ。これからさらにアレンジを加えようだなんて、残された時間を分かって言ってるとは思えないね。無理を承知の上の相談だと言った。考える余地も与えず却下するのがお前のやり方か。考えるまでもないからだ。レッスンしすぎでヘロヘロになったまま本番を迎えるつもり？そうならないよう競技したいと言っている。主役のやりたいことを実現するのが今回のディレクターの役目ではないのか。やっぱりダメだな。お前は熱くなりすぎる。今はジタバタする時期じゃない。ステージを成功させたければ明らかに無謀な挑戦は避けるべきだ。なんだと？俺が俺のステージに最善を尽くすことに何の問題が？ねえ、マサト！てめえら、外まで聞こえてんぞ。喧嘩するくらいならとっとと帰れ。ランちゃん、誤解だよ。ステージのためには時には激しいディスカッションも必要でしょ。ね、ひじりかは？ああ、黒崎さん、お気遣い感謝いたします。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。しかしこれはステージに向けての意識合わせで。くんたく。で、飯も食わずに喧嘩してたってのか。仕方ねえ。飯行くぞ。そこで腹割って話し合え。なるほど。じっと見てどうした？襟が曲がっているか、それとも背中にホコリでもついているのか？いや、なかなかいい衣装に仕上がったなって。刺繍のあたりも似合ってるんじゃない？俺の腕のおかげかな。褒める気なら最初から思わせぶりな表情をするな。俺の不安を煽るのがお前の仕事なのか？いや、撮影前で硬くなってる主役をリラックスさせるのがディレクターの仕事さ。言われてみれば、完成した衣装に初めて袖を通すということで力が入りすぎていたかもしれん。なるほど、頼れるディレクターというだけはある。ディレクターをからかうのは主役の仕事じゃないだろ。相手の今日つくのが自分の千倍特許だと思っているのなら大間違いだぞ。行ってくる。ストップ。行くのはその襟の端についた糸くずを取ってからだ。よし、取れた。行ってらっしゃい。ついているのなら最初からそう言え。お前というやつは。武者震いでもしてるのか？ファンのみんなには堂々とした姿を見せてやれよ。それももちろんあるが、そうではない。これまでの日々を思い起こし、改めてお前へ感謝せねばならんと考えていたのだ。なんだって？
お前がどれだけこのステージに尽力してくれたか、俺とてしっかり理解しているつもりだ。世話になったな。悪いけど、そういう話は今はパス。せめてステージが終わってからにしてくれないか。俺にとっては今こそ必要な話だ。そのおかげで自分を高め、ステージ上でも全力をかけて俺の歌とピアノを聴かせることができるに至った。ファンの皆と共に過去に思いを馳せ、未来を思い描く舞台となるだろう。今では自信を持ってそう言える。俺自身も悔いなく楽しんできたいと思う。以上だ。ステージにはこれで見送ってくれるか。ハイタッチね。ま、これもディレクターの務めだ。ひじりかわ、お前らしいステージを見せてくれよ。言われなくともそのつもりだ。